この。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県仙北市田沢湖そちらにあるラーメン46さんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。部長法をさっき電話した思うです。よろしくお願いします。お店に入るとすぐ右手に券売機があります。写真付きなので分かりやすいですね。サンマーメンで決めてきました。カエルの女房は味噌ラーメンです。あとここのチャーハンは絶品だということで半チャーハンを注文です。お店の人に食券を渡して席に着きます。窓から見える田園風景がとっても綺麗です。涼しい風も気持ちいいです。店内はカウンター席とテーブル席、お座敷席があります。ご家族連れやお一人様でもゆっくりとお食事が楽しめそうです。小さいお子様専用の椅子も完備されています。チャーハンやホルモンのお持ち帰りもできるようですね。チャカトンの前に CM です。焼き鳥は焼き鳥柴田。いただきます。お先に半チャーハンをいただいちゃいます。半チャーハンなのに普通の量あるんじゃないかな。うみごど、ここのチャーハンが美味しいってことは横手まで噂が届いておりました。何年ぶりかに食べたけどやっぱり美味しい。間違いないうまさでした。テイクアウトもやっているということですので、そちらも利用してみたいですね。いただきます。本日は仙北市田沢湖そちらのラーメン46さんにお邪魔しております。昨晩からいろいろとリサーチした結果、味噌ラーメンに決めました。私のお見立て通り間違いないうまさでした。第一印象としては普段食べているラーメンよりはボリュームがあるような気がします。いただきます。まずはスープから見ていきましょう。あっさり系の醤油スープだろうか。そこにたっぷりのあんかけ野菜が乗っているサンマーメン。梅そだごの。サンマーメンにチャーシューが入っているぞ。これはレアケースではないだろうか。それに加えて味玉も入っている。大きめのキクラゲもたまらないな。まずはスープを一口。やだら梅。チャーシュー2枚、俺の大好きなキクラゲ、そのサンマーメンの野菜あんかけがとにかく熱々でうまい。やげになりそうだ。カエルの女房も言っていたが、この器自体が大きめでボリューム満点であることがわかる。このボリュームで足りない人はなかなかいないだろう。こ
ここのチャーハンがうまいのは言うまでもないようだ。他のお客さんもチャーハンを注文している。すごく人気なのがわかる。中華鍋で強火で炒められたチャーハン、これはかなりおすすめです。食用アマガエル。ラーメン46さんの営業時間はご覧の通りです。定休日は毎週日曜日です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。食用アマガエルチャンネルをメンバーシップになって応援してみませんか。特盛コースと大盛コースからお選びいただけます。メンバーだけの限定ライブやオフ会の案内などメンバーだけの特典をご用意しておりますので、ぜひともメンバーになってください。よろしくお願いします。